こんにちは、石山浩二です。アンティークコイン投資を極めるのコーナーです。今日のお題は、グレートブリテン5ポンド第4世代について話をしていきたいと思います。こちらの方が第4世代の金貨になります。イギリスの定番の形の、デザインになっています。1つ目、第4世代はイアン・ランク・ブロードリーさんのデザイン。2つ目、91.66% 金、39.94g、36.02mm。3つ目、裏面はピストルッチさんの名作、セント・ジョージがドラゴンを対峙するモチーフ。4つ目、1998年から2015年と期間が長い、この4つのテーマについて話をしていきたいと思います。第4世代こちらの方ですね、イアン・ランク・ブロードリーさんのデザインということで、首のところに IRB というイニシャルが入っているのが特徴です。非常に覚えやすいと思うので、こちらの方が今まで第2、第3、第4と、第1の方は非常にレアでですね、5ポンドはほぼほぼ存在しないと思っていただいてよくて、第2世代の方が非常に髪の毛が短いエリザベス女王、第3世代の方が王冠がジョージ4世が愛用していた王冠を用いたエリザベスで、これが今回第4世代になっています。非常に、長期間作られたデザインになっています。反対面がですね、このようにこれだと、ウナライオンで使われていたモチーフのシールドというデザインです。でこちらの方が、ヘンリー8世ですね。こちらの500周年記念、裏面は当然このイアン・ランク・ブロードリーさんのデザインになっている。でこちら非常に有名なプリンス・ジョージの洗礼式っていうんですかね、最初の生誕の時の儀式のモチーフになっていて、これ非常に高いものなんですが、このような、人気の金貨にもモチーフとして全て使われているというふうになっています。2つ目の方が、組成なんですが、91.66% 金なんで、22金ですね。重量の方は 39.94g、純金部分を残しても1オンス以上あるのがイギリスの定番の金貨の特徴です。で直径のは 36.02mm ということで、こちらの方は定番の形なので今言った直径なんですが、記念コインになるともう少し直径の方が大きくなるのが一つの特徴です。セントジョージがドラゴンを退治している、これ今3つ目のテーマにちょうど入ってるんですが、セントジョージがドラゴンを退治しているいつもの定番のモチーフのものが完全地金型の定番型のコインということで、非常に出回っているものになります。でもう一つ先ほどからお見せしてたようなものが、こちら記念コインと呼ばれるものですね。大体が単年度発行なので、その年度だけこのデザインで発行されているっていうのが単年度発行の意味になります。4つ目が、期間ですね。1998年から2015年ということで、非常に人気のあるデザインだったので、期間が、長く用いられているのが一番の特徴なのかなっていうふうに思います。第2世代確か 4,5 年しか持たなかったですし、第3世代も、おそらく実数にすると9年10年ぐらいだと思います。で今一番長いのがこの第4世代で、今後第5世代のジョディ・クラークさんに移っていくんですが、1998年から2015年という形という期間使われてて、非常に長い期間デザインを支えてきたというような形です。長いので、全ての発行枚数とか鑑定枚数とかを言う時間はないと思うんですが、2009年、こちらのは1750枚発行されていて、70グレードが127枚、2010年、これ全部 NGC の話ですね、2010年は1461枚発行されていて、129枚が70グレード、2011年が1028枚発行されていて、37枚が70グレード、ちょっと飛ぶんですが、2014年が138枚が70グレードとして存在しているような形です。これ今挙げた粘土っていうのは実は単品の5ポンドプルーフですね。要はこれだけで売っている5ポンドプルーフ金貨があったので、非常に枚数が多くなっていると。で他の粘土はどうかっていうと、その5枚セットとかですね、4枚セットの中から抜き出して5ポンドが評価されているので、非常に枚数が少ないのがこのコインの特徴です。特に発行の、初期の段階の方は非常に少ないです。例えば1998年だと70グレードは11枚しかないですし、1998年だと23枚、2000年ですと18枚、2000
1年だと26万、だいたいまあ今2020年でこの NGC 鑑定の70グレードっていうのはだいたい3、40枚ある中で、先ほど挙げた2009とか10とか11年の方は100枚近く70グレードがあり、逆に発行の若い年度ですね、こちらの方は10枚から20枚ぐらいしかないということで、狙い目は若い年度の方を狙うといいんじゃないかなというふうに思います。第4世代まだまだ出遅れ感もあってですね、どっちかっていうとまだ安く買えるので、特にこの定番のタイプですね、このセントジョージがドラゴンを退治している定番のタイプは年度にもよりますけど割と安く買えるので、もうここを揃えておいてもいいんじゃないかなと思います。これ2011年、さっき1028枚あるんですけど、実際これ70グレード今37枚しか鑑定されてないので、枚数も少なめなんじゃないかなっていうふうに思います。そろそろまとめに入ります。1つ目ですね、第4世代はイアン・ランク・ブロードリーさんということで、この絵柄で首のところに IRB のイニシャルが入っているのが特徴です。で2つ目が 91.66% 金、22金です。で、1オンスの純金のメカタよりも重いっていうのがイギリスのコイン、金貨の特徴になっています。で直径が 36.02mm っていうのは、この定番の形が 36.02mm で、この記念コインの形だと 38mm ぐらいあるっていうのが、1つのサイズ感になっています。3つ目、ド定番の形ですね。セントジョージが、ドラゴンを退治する絵柄がこの定番のモチーフでも当然使われています。ここは、ピストリッチさんのサインがまた粘土によって若干違ったりするので、これを探すのも一つの楽しみかなというふうに思います。あと発行年度が1998年から2015年って、非常に長いんで、プルーフ仕上げを今ちょっとお見せしてましたけど、 MS 仕上げも実はあったりするので、バリエーションがあるっていうのが、この金貨の特徴になっています。若い世代ですね、1998年とか2000年の前半は非常に枚数が少ないっていうことと、後半の2009年、10年、11年とかだと、枚数が結構出てる年もあるというふうになっています。今日の動画がですね、ぜひ役に立った、面白かったという人はいいねとか高評価をつけていただければと思います。あと、このコインに関してでも、他のコインに関してでも、何か質問とかですねあれば、ぜひ、コメント欄に記載していただければと思います。あと、まだ、チャンネル登録をされていない方はぜひこの機会にチャンネル登録をしていただければと思います。今日の動画のご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。